海上強風警報、チェジュ島西、長崎西、根島南西に海上台風警報が出ています。明日の天気です。九州北部は高気圧の周辺部で湿った空気が流れ込むため大気の不安定な状態が続くでしょう。県内は晴れ間もありますが雲が広がりやすく、特に五島地方は雨や雷雨のところがある見込みです。降水確率は午前中は 10% から 50%